蛇腹折りを使った超簡単な飛び出す仕組みの作り方です。台紙にする画用紙を半分に折っておきます。台紙より 1.5 倍から2倍くらい長い画用紙を蛇腹折りにします。蛇腹折りというのは山折りと谷折りを繰り返しジグザグに折る折り方のことです。このカードは台紙を閉じると蛇腹が閉じ、開くと蛇腹が飛び出してくるという仕組みです。これを3つに切って貼り方を変えてみましょう。1つ目は畳んで一番外側に糊をつけたら台紙の端の方に貼ります。2つ目は台紙の折り目に近い方に貼ります。3つ目は蛇腹を半分に短く切って同じように貼ります。3つとも蛇腹を折りたたんだ状態で糊をつけ、台紙を2つ折りにして挟みしっかりと貼り付けます。開いてみると幅や折り目の数や角度の違う飛び出す仕組みが3種類できました。実際に作るときは作りたいものに合わせて大きさや貼り方を選んでください。この仕組みにお好みの絵やシール、飾りなどを貼り付けて出来上がりです。蛇腹折りにした画用紙を桜の花の形に切るとこんなカードもできます。自由自在にアレンジを楽しんでオリジナルカード作りをしてみてはいかがでしょうか。